炭石は感動から分泌される胆汁の成分が固まって胆脳内、胆管内に溜まったものである。炭石の成分によって何種類変わり、色も形も多様である。胆脳炎などはほとんど炭石が原因である。炭石の名前の由来は固まった胆汁が血石のようなものだったため炭石と付けられている。炭石は古来の欧州から 非常に流行していた病気とされ、紀元前1500から1600年頃のミイラからも、胆石が発見されている。胆石は一般に誤解の人に多いとされる。すなわち、ホーティー、フィメール、ファッティー、ファートル及びフェアである。また、傾向否認薬内服、急激なダイエット、長時間絶食の習慣者にも多いことが報告されている。を保持している人の、 約80%は症状のない無症状胆石で人間ドックで発見されることも多く、胆石症の症状を起こす人は1%から3%と言われている。また胆石が明らかな胆脳癌を生じやすいという証拠はないが、胆脳癌では効率に胆石が認められる。アメリカでは65歳以上の20%程度に胆石があるとされている。 実際には他の疾患のため栄光や CT、MRI などの検査をされ、偶然発見された胆石は17年間のフォローアップ中、その8%にしか胆石関連疾患を生じなかった。高度経済成長以前の日本では、カロリーと脂肪分の少ない食事が主流だったため、コレステロール血石の患者はほとんど存在しなかったが、食事の欧米化が進み増加傾向にある。 なお、飲酒する人の胆石保有率は低いという報告もある。アナフィラクトイドシハン病に関与している可能性が報告されている。胆石のできる場所によって正式には以下の通り称される。小さく硬い黒色色素結石と大きく柔らかい褐色色素結石に対別される。黒色色素結石はビリルビンカルシウムとムキカルシウム塩からなる。また、 脂肪分を多く含む褐色色素結石はビリルビン塩と脂肪酸からなる。日本消化器病学会胆石症検討委員会は、下記のように分類では、胆石が形成される大きな要因の一つとして、胆の収縮機能の低下が挙げられる。また、胆汁の中のコレステロールが上昇することも、胆石の形成に関係している。このコレステロールの上昇に関しては、 レシチンと胆汁酸のバランスが悪くなり、胆汁の年長度が高くなり、うったいもしくは細菌感染によって、凝集を起こした胆汁が、胆脳、胆管で固まって、血石となるためとされている。なお、胆汁にはもともとコレステロールが多く含まれている。ものの、通常使用性である胆汁は、レシチンと胆汁酸の作用によって固まらず、液体のまま十二指腸に送られている。 1960年代には、細菌感染の重要な要因として、グラム陰性肝菌や大腸菌感染が疑われ、研究が続けられている。無症状の場合が多いが、胆石そのものの兆候と、感染を伴う胆脳炎、胆肝炎の兆候としては、以下がある。胆石保有者の約80%は無症状とされる。主な症状は、以下の通りである。 痛みの特徴は、前兆なく突然始まる。痛み、15分から1時間で激痛。多くは6時間未満続く頭痛で、徐々に消える。診断には、以下の検査がある。大動脈解離、狭心症、胃界用、セフェム系の抗生物質セフトリアキソンによる、偽胆石症無症状の場合、治療は行わないが、胆脳的出術を行うこともある。 ウルソデオキシコール酸を主成分とする、蛍光炭石用解剤を内服することで、胆汁の流れを良くし炭石を溶かす効果を期待する。しかし、基本的に炭石の完全除去は、ほとんどないため予防的に処方されることが多い。一般に、胆脳炎、胆肝炎等の感染を伴う場合や、相胆肝結石等の治療に行われる。胆脳的出術は、 胆石症の原因である胆のを摘出する手術で最も根治的な胆石症の治療法である。近年では復腔強化で行う手術が多くなってきている。胆のの機能は胆汁を一時的に蓄えるだけで、術後も胆汁は肝臓で作られ消化機能に影響がないため、手術により胆のを失っても日常生活に支障はないが、 油脂を取りすぎるトゲリをしやすい体質になる可能性がある。体外衝撃波探積破砕術と呼ばれ、体外から高周波の衝撃波を当てることにより、探積を砕く治療法。浸臭が少なく、患者への負担が軽い治療ではあるが、適応が純コレステロール蛋糧血石のみであり、日本人の多くのコレステロール探積が、 石灰化混合炭石で他の炭石に対しては治療適用がなく、また炭石を除去するのではなく粉砕し、自然排石を期待する治療で再発が多い。そのため、行う施設が少ない。また、胆脳炎を生じた場合、胆脳が肥大化し胆脳壁が薄くなり、衝撃波を当てると胆脳壁が破れる、危険性があるため、この治療法を施すことはできない。犬では、 臨床上問題となる胆石の大部分はビリルビンとカルシウムを主体とする単純色素系胆石である。慢性経過では特徴的な症状を示さないことが多い。胆管内に胆石が存在すると頭痛を示す。ありがとうございます。